ドッグトレーナーを目指す人に最短最速2年間3団体公認の訓練資格取得ができる日本で唯一の学校、それは日本訓練士養成学校。教えてシェパード先生。今度は何だわ。ドッグトレーナーさんになったとしても不安なことがあるんですよ。ドッグトレーナーさんたくさんいるじゃないですか。それでも自分が独立してもやっていけるのか不安なんです。それは問題ないわ。なぜなら前にも言ったようにトップレベルの技術を藤井先生から伝授してもらえるから安心するんだわ。だよ。それは分かってるんですが、お客様をどうやって見つけたりすればよいのか不安なんですよ。それが心配なのかわん。それも心配ない大丈夫なカリキュラムが日本訓練士養成学校には組み込まれてあるんだわ。そのカリキュラムとは何ですか？日本訓練士養成学校は令和時代に合わせて新しい取り組みが追加されているんだわ。例えば警察犬、災害救助犬、麻薬探知犬など犬には様々な刺激犬があるが、そういう犬の訓練をしながらお客様から犬のしつけや犬の預かりなどの仕事をしている訓練士さんはたくさんいるんだわ。卒業後、後から参入した人たちにもたくさん仕事ができる仕組みを考えているのが日本訓練士養成学校なんだわ。すごい。仕事ができる仕組みとは何ですか？情報発信事業だわ。情報発信事業？今の時代、インターネットや SNS を活用しないと認知してもらうことが本当に大変なんだわ。Google 検索に引っかかなければ存在してないのも同じになる怖い時代なんだわ。なので今話題の TikTok や Instagram などを活用した情報発信事業もしているんだわ。Excellent! みんなで楽しく犬の訓練している動画などを取り合って自分で編集して投稿する事業なんだわ。なんだか楽しそうですね。動画を撮って編集して投稿するんですよね。でも顔とか出すの恥ずかしいな。顔出しとかはしなくても大丈夫なんだわ。もちろん顔出す練習した方がアドバンテージは高くなるんだわ。それはもしあなたが犬のしつけや犬を預かってもらうことがある場合、ネットで検索したり口コミなどチェックすると思うんだわ。そこで普段から SNS を活用して情報発信している人が近くにいたら本当に詳しくチェックできるんだわ。どんな感じの人とか、犬に対してすごいスペシャリストなんだとか、顔が出てる人と出てない人ならあなたはどっちを選ぶんだわ。問題です。それは顔出してる人の方が大切な家族をお願いするから安心ですね。正解。そうなんだわ。ほとんどの人は同じように顔を出す人を選ぶ人が圧倒的に多いんだわ。そして顔を出さなくても本当に本物の技術を持っているドッグトレーナーはいずれ見つけられてしまうから、同じように顔が世の中に出るんだわ。すごいすごい。G 先生も本物の技術があるから顔を出さなくても結局見つけられる運びになるんだわ。そうなんですね。本物はいずれ見つかるは納得ですね。それなら最初から顔出してやってる方が慣れてくるかな。それは入学してから決めたら良いんだわ。やってみて気が向いたら出せば良いんだわ。これからの時代は商売するならいかに世の中から認知されるかが本当に大切なんだわ。だけどなんちゃっての低い技術しかないのに発信力だけあってもそれはそれでもっとダメだわ。本物技術プラス発信力、この2つが揃って初めて大きな力になるんだわ。エクセレント。もうインターネットは立派なインフラ、社会では当たり前の時代に突入しているんだわ。日本訓練士養成学校は生徒の卒業後も考えてくれているんだわ。すごい感動しました。入学してくる生徒たちにそこまで考えて犬訓練の技術以外にも取り組みをしてるんですね。そうだわ。しかもそれ以外にも藤井先生が本当にいろいろなところからオファーが来るので、一緒に同行して犬の協議会の運営を手伝いしながら運営方法を学べたり、犬関連のセミナーなども参加したお客様からの質問に対してもどうやって説明してみせるのか、どう教えたらいいのかなどの学びもできるんだわ。犬訓練の技術を身につけながら人に教える技術も備わっていくカリキュラムなんだわ。本当に犬訓練以外にも運営方法やセミナーなどでのお客様とのやり取りまで学べる仕組みがあるなんて本当に素晴らしいですね。卒業生が動画で犬のことなら日本訓練士養成学校で学ぶのが間違いないと言っている意味合いがよくわかりました。実際に卒業生の声を聞いてみるんだわ。この場合は教えてもらう環境っていうのがすごい整っているので、しかもその2年間でその資格を取れるっていう点で考えると他に選択肢がないくらい
ここを選ぶのが正解かなという感じなんです。すごい本当に2年間でこんだけやったのかなっていうぐらい密度の濃い内容で、犬の訓練だけじゃないんですよ。人と人との関わりだったり、先輩に対しての気遣いであったり、犬の訓練の競技会とかっていうのも手伝うことによって、裏方の仕事とかもやっていたので、大会っていうのはこういう風にできてくるんだよってことも学べたり、犬に関するありとあらゆることを2年間で学べたっていうことはあります。この学校に来るとリアルな犬の訓練士っていうのを経験することができて、他の学校と違ってまして月にシェパード2頭もらえるだったりとか、結構環境面でこれからもし訓練士と働きたいんだったらすごい有利な場所であるなっていうふうに感じました。ここでもらえる資格っていうのが JKC さんだったり PD さんだったりの結構公認資格っていうのをもらえるっていうのは2年じゃ無理なことなので、そこは注視してもらいたいなっていうところですね。シェパード2と担当がつけてもらえるので、1から手に入れられるので、他の専門学校とかだと20人とかで1等とか教材券っていうものを用意されて、多分もう他の高校の訓練とか入っている犬だと思うんですけど、ここの犬は自分じゃ抑えきれないようなすごい暴れる犬だったり、逆に全然ボールに出ても全然ボールに興味もない、餌に興味もない、自分のことも好きになってくれないとか、そういう犬をたくさんいるので、その犬に合わせていろいろ自分も工夫して勉強できることが多いと思うので、いいと思います。他校では経験できないことがたくさん経験できますね。そうだわ、本当に犬について学びたいのであれば間違いないんだわ。日本訓練士養成学校は警察犬や自衛隊警備犬もたくさん輩出しているんだわ。その中には大変大きな手柄を立てた、人命を救ったり犯人発見につながったりの名犬も数々いるんだわ。だから犬について信用度が違うんだわ。すごいですね、名犬がそんなに出ているなんて。それだけでも犬の育成がスペシャリストだとわかります。だからたくさんテレビにも出てきているんだわ。ニュースの専門家コメントにも藤井聡先生はよく出ているんだわ。すごいすごい。きちんと藤井先生から犬について基礎から学んで、公認資格を取得して SNS 発信事業も学んで卒業していくので安心するんだわ。なんかいろいろ不安なことがあったけど安心できました。シェパード先生、いつも本当にありがとうございます。本当によかったわ。人生不安なこと悩むことはたくさんあるかもしれないが、安易な方や楽な方に流されず、ベストを選んで行動していけば必ず道は開けるんだわ。ベストを選ぶことプラス行動すること大切だわ。あなたもまず一歩踏み出して資料請求してみようだわ。最後にここまで見てくれるあなたと会える日を楽しみにしているんだわ。準備はいいかな。それではカリスマ訓練士藤井聡先生の登場だわ。ドッグトレーナー、犬の訓練士になるにはどうしたらいいか、私がお答えいたします。動画の内容がためになったと思ったらいいねボタンとコメントください。ワン。詳しい内容は概要欄に貼ってあるワン。おまけにチャンネル登録してくれたら嬉しいワン。準備はいいかな。いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ワンワン。頑張れ。いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ワンワン。いいねボタンとチャンネル登録お願いワン。ご清聴ありがとうございました。ワンワン。Thank you.